クリフトンウェップはアメリカ合衆国の俳優、ダンサー、歌手である。クリフトンウェブとも表記される。主に舞台で活躍したが、映画でもアカデミー賞に3度ノミネートされたことのある、名優。ハリウッドウォークオブフェームに映画分野で名前が刻まれている。生涯独身を通し、母親と暮らしていた。ゲイだったと言われている。 1923年撮影1889年にインディアナ州ビーチグローブで生まれる。13歳で音楽と絵を勉強するために学校を辞める。10代でニューヨークのプロダンサーになる。当時のダンスパートナーには後の女優メイマレーがいた。その後、20代の半ばにはブロードウェイやロンドンでミュージカルなどの舞台にも立つようになり、サイレント映画にも出演するようになる。 以降も舞台を中心に活動し、1930年代にはブロードウェイを代表する名優としての地位を確立する。1944年の映画、ローラ殺人事件で初めてハリウッド映画に出演する。プロデューサーのダリル・エフ・ザナックは女性的な印象のウェップの起用に反対であったが、監督の夫をプレミンジャーの強い推薦で出演が決まった。本作の演技で、 第17回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。この作品以降、映画にも出演するようになる。1946年の映画、カミソリの葉で、第19回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされ、第4回ゴールデングローブ賞の助演団優勝を受賞。1948年の映画、愉快な家族で、第十一回アカデミー賞の主演男優賞に、 ノミネート。1952年の映画、スターズストライプスフォーエバーで第10回ゴールデングローブ賞の主演団優勝にノミネート。1960年に同居していた母親が91歳で亡くなる。その後は健康を害したこともあり、ビバリーヒルズの自宅でヨステニンのような生活を送る。1966年に心筋梗塞で死去。 ありがとうございます。